例えばですね、100万円で、毎月の積み立て額が3万円だと。で利回りがですね、まあ、7% 以上っていうのが普通なんですよね、SP 額。まあ、今までの実績とかそういうのを見ると。なので、この場合です と、20年、3万円を積み立て、まあ、最初に100万円で、毎月3万円を20年続けると、複利の効果を考えると、1900万円ぐらいが20年後っていうのが見込めるので、まあ、銀行預金に3万円ずつ、最初に100万円がある状態で3万円ずつ単に入れていくと利息がほとんどないということで820万円ぐらいなんですよね、20年後も、まあ、だから3倍近い差が出てくるということで、まあ、こういうのは S&P500 っていう運用というのはまあこれから全員が必須になるなというふうに思います。誰に相談すればいいというのは、FP ではなくて、こういう情報発信していてあなたが腑に落ちる、情報発信をしている、すごく信頼できると思える人にご相談するのがいいかなと、そういったサービスを使うっていうのがいいかなと思います。ウェブマーケティング、まあ、メルマガで稼ぐにはどうすればいいですかとご質問。